パリ日本館地図パリ日本館はパリ南部14区の国際大学都市にある学生寮の一つ。また、この寮を管理運営するパリ国際大学都市日本館薩摩財団の通称。留学生のほか、一定の条件を満たす研究者や芸術家が入居することを認められており、下記のみの短期滞在も可能である。居住者は、 日本人の比率が7割を超えないように選定されており、居住者交換制度により多様な国政の居住者が入管するよう配慮されている。建物としてのパリ日本館は、詩人、劇作家として知られ、中日フランス大使となって来日したポール・クローデルが、国際大学都市への日本館の建設を提唱したことを契機として、薩摩二郎八が拠出した百五十万フランによって、 建設され、1929年に完成して、国際大学都市に寄贈されたものである。パリ国際大学都市の設立初期において、ヨーロッパの国々や財団がこうした寮を設立する。中、日本間の設立は6番目であり、アジアの国としては、特に早期から、パリ国際大学都市に寮を構えていることになる。第二次世界大戦などをまたぎながら、 現在に至るまで数多くの日本人留学生及び研究者、芸術家の滞在拠点となっている。2020年の時点でアジアの国からは日本、インド、カンボジア及び韓国がアジアの国々が自国の名を冠した領有している。当初は国際大学都市の直轄間であったが第二次世界大戦後の1953年に結ばれた 日仏文化協定によって、中仏日本大使を理事長とする管理組織としてのパリ日本館が主体となって運営される非直轄館へと移行した。日本館の所有権はフランス政府にあるが、非直轄館となってからは、日本館に家賃等を貸すことも、補助金を出すこともしておらず、管理責任は最終的に日本政府にあり、館長は日本から派遣されている。 1990年代までは、施設の老朽化や、運営資金の不足に悩まされていたが、その後、日本政府の資金により、二次にわたる改修が行われた。パリ日本館は、建設の経緯から、薩摩館とも称され、館内には、薩摩二郎八が、パトロンとして支援していた、藤田つぐの大作、王子日本へトライの図、馬の図の2点が展示されている。ありがとうございます。